浅間山古墳は、群馬県高崎市倉賀の町にある前方公園墳。国の史跡に指定されている。群馬県内では、大田天神山古墳に次ぐ第2位。ひいては、関東地方では、大田天神山古墳、船塚山古墳に次ぐ第3位の規模の古墳である。4世紀末から5世紀初頭頃の築造と推定される。また、付近には、 大鶴館古墳や大仙古墳、佐野町山古墳など、13期の前期古墳が集中しており、倉賀の古墳群を構成している。浅間山古墳の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに、作成ステレオ写真はこちら、高崎市の東南の平野部に位置する前方公園墳である。付近には、古墳時代初期から後期にかけての古墳群が形成され、大鶴館古墳、 小鶴巻古墳などの前方公園墳が存在するが、本古墳はそれらの中でも最大規模を有する。また、築造当時では東日本最大の規模で、群馬県内では大田市の別所茶臼山古墳とともに、この時期を代表する前方公園墳とされる。特に墳形は、奈良県奈良市の先良山古墳の5分の4相似形の設計とみられ、 先が中心を成した頃の大和王権と被葬者との密接なつながりが指摘される。古墳は前方部を南東に向ける。墳球の内公園部は3段築成、前方部は2段築成で、表面には吹石が吹かれ、遠藤派庭及び継承埴庭が並んでいたと考えられている。埋葬施設は明らかでないが、縦穴型の粘土核である可能性が指摘されている。また、 この古墳は、倉賀の佐野古墳群に属しており、群中最初に作られたとされている。倉賀の佐野古墳群の主な古墳現時点では不明。なお、明治時代に周辺住民による埋葬施設の捜索が行われ、公園部分町付近で埋葬施設と思われる集積が見つかっている。また、この石の一部に種塗りのくぬぎが確認されたため、埋葬施設は、 縦穴石室だったという説が有力である。副葬品はまだ見つかっていない。東方より前景公園部分長古墳周囲には幅約30メートルの集合、その外側に20から30メートル幅の中包みが巡らされ、さらに外堀も巡らされている。堀も含めた全長は250メートル、幅170メートルに達するものになる。ありがとうございます。